あいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどでですね、有名人が調子ぶっこいて話していたことをチクってもらうコーナーです。まだ本調子じゃないけど、メールはしっかりしてると思いますから。あ、そうでしょうね。大丈夫です、はい。僕と安田さんの調子がまだ悪いだけでね。そうですね。調子が悪いですね。悪いですね、確かに。ラジオネーム、センターエビス。有吉さん、ゆとり世代に教えたい人生設計を間違えた大人代表のイザムが、ツイッターで一丁前に苦言を呈してやがりました。テレビでやらしいことをわざわざしあってまで売れようとするアイドル、それをやらせてまで金儲けしたい大人たち、それを喜んで応援するお客様、その皆様方、一つだけ勘違いしないでくださいね。それはエンターテイメントではありません。エンターテイメントは品格があってのものです。カッ女装してくねくねしてただけのお前が品格とかどの口が言ってんだ才能ない、オーラない、品格ない、発言力ない、人気ない、ポコチンない、あるのはキングコング西野と同じプライドだけ。お前ゲスラー以下だな。それにエンターテインメントを語っていいのはウォルト・ディズニーだけなんだよ。ウォルト・ディズニーも言ってただろ、アイドルと風俗嬢に説教する奴は陰謀以下だってな。というわけで芸能各所の皆様方、今日からイザムは陰謀に改名してサンドリープロダクションから再スタートを切ります。枕営業、改造手術、処刑、何でもやります。どうぞうちの陰謀をよろしくお願いします。いいのケーキからエンジェルあげる。あーちょっとパン、先にラジオネームシュレッケン、うん、有吉さん、 CC ガールズの原田のり子さんが再結成について聞かれこんなことを言っていました。人生の大事なことだからそう簡単にはいかない。おい、こんなことはどうでもいいからな、モノマネ王座決定戦の優勝はやっぱりやらせだったと思うんだよ。とりあえず再結成するならその真偽明らかにしてから出直してこい。まだ言ってんのかよ。あの当時みんななんとなく持ち回りみたいに優勝してただろう。もう上でダチョウ取ったりね、取ったりね、シジガールズにも取らせてやるよ。そうですね、はい、言ってんの曲げとくか。パン、だいぶ前だもんな。ラジオ今年入ってまだ新しいノベリティできませんか。まだいっぱい余ってるシールが。エンジェルじゃない、デビルの方はもうだいぶない。あ、じゃあ新しくなるかもしれませんよ。おー、はい、またちょっとよろしくお願いしますね、はい、エンジェルほとんど出ないからもう全部あるような状態。そうだ、はい、ラジオナスビマン、有吉さん、陰湿ネズミことメンタリストダイゴさんがツイッターでこんなことつぶやいてやがりました。美味しい料理を食べたことがない人が美味しい料理を作れないように、素晴らしい人と付き合わなければ素晴らしい人間にはなれない。あなたは今晩どんな人と一緒にいますか。大吾さん、私から人心掌握と大衆扇動の技術、そしてメンタリズムを駆使し、いくつか言わせてください。うっせえ細チンコマネキン。女で一つ貧乏しながら子供二人、孫二人育てた俺のばあちゃんの飯はクソうまいぞ。人の純粋無垢な心理を食い散らかすお前のうまいもんってなんだ。もし出会う人間で己も変化するなら、お前みたいな薄らキモい変態昭和人間とはな、まずお断りだバカ。何怒ってんだそんなの。ね、そうそう。ラジオネームプケメナス、うん、有吉さん、マサチューセッツ工科大学の助教授でアーティストのスプツニコがこんなツイートしてやがりました。気になる人の元カノや行きつけのガールズバーなどを Facebook で調べ上げるのはもちろん、彼女たちのブログは最低1年分遡って解析しているので、初デートで一番困ったのは彼の趣味や行きつけのレストランの話を全部知らないふりをして聞くことかな。怖え、怖え、怖すぎるよ。他にも Facebook のいいね頻度などをもとにビッグデータを解析し、付き合っている人に手を出しそうな美女リストを事前に割り出してチェックしてる。お前闇が深すぎるよ、怖いな。もしかして俺のツイートも全部解析してるのか。やめてくれよ。川口春奈様に目の前で俺の睾丸を食いちぎってほしいとか、37歳ニートのマザーファッカーだとか、お願いだからバラさないでよ、許して。うん、まあまあです。
ラジオネーム田中誠志郎。浜田と志村がリアクション芸ダメ出しスペシャルという番組で元祖進撃の巨人ことオール巨人師匠が出演されていました。ジャージ姿の巨人師匠は冒頭で、わしは痛くても痛いって言わないタイプやねんと発言の後、おそらく痕跡最後であろうゴムパッチンを食らい、案外痛いな、でも我慢は全然できる状態ですと真顔でコメント。最後に500ミリのペットボトル何本分のかの重さの何本分の重さの鼻フックに耐えられるかという挑戦で、これで何本でもいけますわ、これ何本でもいけますわというセリフの後、11本という驚異的な記録を叩き出していました。巨人師匠すげえよ、原西ですら8本が限界だったのに、もうリアクションどうこうじゃなくて己の肉体がどこまで耐えられるかっていう修行みたいになってるじゃねえか。うん、まあまあかな。ちょっとやめよう。なんかノリが違うな。ラジオネームね、これはいいかな。ペケミニ。ヤクミツルとかいうズラをかぶった偉そうな三流漫画家がこれこれそれこれじゃないんだよ。こういう冒頭じゃない。これじゃないんだよ。ヤクミツルとかいうズラをかぶった偉そうな三流漫画家が週刊朝日で昨年を振り返りこんなこと言ってました。11月に上海であったグランプリシリーズで頭に包帯を巻いた羽生結弦くんが演技を終えて号泣してましたね。アスリートがあーも泣くかというのが僕の意見です。直前に負傷したり演技で何度も転倒したりして感極まったのはわかるが泣き虫だなぁと、自分が泣いても様になるという意識が無自覚にあるのではと思ってしまうね。まあフィギュアはナルシストのスポーツですからねと。お前毛根は申し訳なさそうに生えてるくせして本体は偉そうだな白鵬に対して品格がないとかケチつけたり、フィギュアのエース捕まえてナルシストの泣き虫呼ばわりしたり、人のチンカすくって生きてる汚ねえウジ虫が何ぬかしてたこの野郎そういやうちの死んだじいちゃん言ってたわ、カツラをかぶってるやつは腹を割って話せないから信用するなそんなそれとこれは俺の持論だけど、ハゲ方の汚えやつは根性も汚え偏見だよ偏見、両方ともてめえのことだよ家帰って丸気なクソ漫画描いてろハゲハゲときましょう、ハゲちゃうの、ハゲときましょう、ハゲときます、いや面白かった、一旦ブレイク。あいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことをチクってもらう企画でございます。はい、ラジオネーム、ペケミニ。ここで一句。エロボディ、メガネ外せばそこそこブス、こと、時とわみちゃんが、ついにこの間まで、トーキングブンブンとかいうキャリーパミパミをパクったインチキシンガーをやってたくせして、いつの間にか占い師になってやがり、時とわみ。色彩名線というラインアプリまで出してやがりました。いいか、安易に占いなんてものを信じてる迷えるバカ野郎ども、今から俺が言うことをよく聞けこの野郎。島田秀平、お笑いコンビ号泣としてデビューするも売れずに解散し、以後人の手のひらのシワにケチをつけてボロ儲け。ゲッターズ飯田、お笑いコンビゲッターズとしてデビューするもハゲてて面白くないし解散し、以後ハゲを隠しながら人の人生にケチをつけてボロ儲け。スピリチュアル女子大生知恵、妹彩子に憧れて鍋プロに入るもデブでブスでクソ面白くないから、オーラが見えるとかハッタリかましてボロ儲け。関明夫、お笑いコンビハローバイバイとしてデビューするも顔がムカつく上に超絶つまんないので解散し、陰謀論だ終末思想だの無責任なごたくをバカ面で並べボロ儲け。聞いたか、これが占いだのスピリチュアルだので銭儲けしてるやつの正体なんだよ。こんなもんにてめえの大事な人生預けるとかな、ハゲたことそんなことしてったあんたたち地獄に落ちるわよこれは痛烈ですね、痛烈ですね、限りですね。これはもっとあるもんね。だって昔で言うね、ギリギリガールズかあの辺のなんか千葉
ギリギリガールズだとかなんとかガールズっていうのいっぱいいたでしょ。シシガールズ、あんな中でも、はい、あんな人たちでも人気なくなったらね、うん、なんかお化けが見えるとか言い始めてたわあれ、なんで、なんでも言えるもんね。いやね、言えますよね。これあの、あれあげとくわパンあげとく島田ほんと人の点で手相ばっかりだそうなの、見ろよっていつも見せてやるんですよ、はいはいはい、島田に、はい、お好きなんだほら見ろよっつって、はいはい、やめてくださいまあそうだろうねまあそうだろうねそれはね、お好きなんだろお前見ろほらっつってどうしていいか分かんないじゃないきっとやめてくださいラジオネームセンタイムス有吉さん、グーランキングというサイトにて、あれ演技下手なんじゃと思う女優ランキングなるものがあったのですが、うん、結果が理解しがたいです、うん、1位佐々木希美、2位前田敦子、3位篠田麻里子。演技が下手だなんだ言う前に女優じゃねえよ。1位の佐々木はモデル、2位と3位に至ってはただの素人お前ら女優の定義分かってんのか。女優とはな、演劇、映画、テレビ、ラジオなどに出演する女性の俳優であり、代表作と言えるもので乳首を出してるやつのことを言うんだよかじゃねえの佐々木希の代表作は毒も崩れで、もちろん乳首を出したことはない。前田敦子の代表作は運ばれやフューチャリング佐藤健で、出したのは尻篠田麻里子の代表作は会社倒産大赤字で、出したのは恥。こいつらはお話にならない。本物の女優になりたいなら全員今すぐマジックミラー号に乗り込んでテラスハウスメンバーとズコバグをしろそして俺のおかずになってくれなんだこいつやだな、すごいですね、痛烈ですね。ラジオネームペケミニ、有吉さん、深刻なお笑い人材不足こと太田プロの野郎がホームページでこんな告知をしてやがりました。 LINE スタンプ具志堅用高配信開始沖縄が生んだスーパースター具志堅用高のスタンプがゆるーく配信開始。女子高生に大人気のちょっちゅねーなどゆるい癒し系スタンプみんな使うっちゅねー具志堅用高からのコメント、え、そうなの、僕のスタンプが出るんだ、すごいね、へえ、ちょっちゅねーっていっぱい入ってるんだね、いいじゃん、ちょっちゅよろしく。おい太田プロ明らかに具志堅さんには事後報告じゃねえかあとな、沖縄が生んだスーパースター、ここは100歩譲っていいとして、女子高生に大人気のちょっちゅねえだと聞いたことねえわ、あげ毎年売れないクソ芸人バスに詰め込んで太田プロ人気芸人と行くバスツアーってインチキツアーやったり、数十年前に流行ったセリフ女子高生に大人気とか大嘘こいたり、やり方がいけてるんだよまずは寺門ジモンクビにして若手育成に力入れろこの番組に来るアシスタント全員クソつまんねえじゃないかお前ら全員ちょっちゅしっかりしろ使ってんじゃねえかよ、すいません、お前がちょっちゅ使ってんじゃねえかよ、これはもう耳が痛い、ありがとうございますありがとうございます、知った激励ありがとうございますお前がちょっちゅ使ってんじゃねえかよちょっちゅ何ですか、お前も使い出したのラジオの稲葉の白うなぎ、有吉さん、なんか偉そうな森永卓郎系女子勝間和代さんが麻雀のプロ試験に合格したらしいです。本格的に始めたのは1年前で、プロになるためにネットとリアルな対戦、プロコーチからの指導や座学を繰り返したそうです。勝間さんはリアルの牌の扱いに慣れていないことが課題で、これからはプロの中で切磋琢磨すると本職をやりくりして土日の実戦に挑むという決意を述べてやがりました。おい原フック顔、お前の本職がわかんねえけどなんか偉そうに喋ってるな。ピチピチのユニフォーム着て自転車こいでるしエロいんだよチャイナドレス着て俺に麻雀教えろ、もしくは俺をジャンタクにして麻雀しろ。おっと、俺のチンコは麻雀パイくらいの大きさだから間違えるなよどうなんだ、勝つまで興奮してんのか文句言いたいのかどっちなんだお前は複雑な男心だな本当にラジオネーム上着なマイク、有吉さん、弱小事務所のタレントは徹底的に叩き、
大手事務所のタレントは擁護する分かりやすいクズこと井上公造の野郎が年末のサンマスマップにて中井さんとローラさんに熱愛発覚という演出があったことについてフォロワーからあれは信じていいんですかと聞かれクズのくせに上目線でこんなリプライを送ってやがりました。あれはバラエティ番組での発言です。バラエティと情報報道番組での発言一緒にしない方がいいですよ。はぁ、あ、まずこの口の利き方が気に入らねえわ。てめえ情報番組でも余裕でガセネタぶっこんでんじゃねえかハゲおい。包み死にした青井優が結婚したかおい。星野監督と坂本冬美が再婚したか。矢部浩之と青木優子が別れたか。ガセネタ報道するなんて言ってんじゃねえよお前。今のネット記者みたいにバカのふりして記事書いてりゃいいんだ。偉そうするなバカ、反省しろ。関係ないだろうお前らに。どうしよう、出てくるね、いろいろありますよ。どうしようかな、なんかある、んなもんか、どうだ、じゃあこれやる、大丈夫、ラッパーザキバチョフ、いけすかないハット野郎ことヒャダインの野郎が、ハット野郎ことヒャダインの野郎って野郎が多いんだよ。どうしてこんなこと言ってやがりました。高校時代は暗黒でした。バイト仲間から上から物を喋るよねと言われました。確かに上から目線で喋って作る音楽も見た目もいけすかない嫌われ者だもんな。でも大丈夫、お前にぴったりな嫌われ者の溜まり場があるぞ。それはそう、ここサンドリだ。パーソナリティの有吉さんは吉本の嫌われ者吉村など様々な嫌われ者を寄せる体質を持ちな。おアシスタントはいけすかないクソ芸人平子、すぐつまらねえダジャレをぶっ込む金木雄など芸人界からえりすぐられた嫌われ者ばかり。番組に送ってくるゲスナーは前科持ちばかりで、俺なんて前科7班で親の金盗んで生きてるんだ。おい西堀、ヒャダインを有吉さんに紹介してやってくれ。サンドリだけはお前を迎え入れてやるぞ。音楽界の嫌われ者ヒャダインようこそ。ここが嫌われ者の巣窟さんでなんと取り今だ。いい加減しろ。一旦ブレーキ。あいつこんなこと言ってました、リターンズ、はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です、うん、ラジオのペケミニ、うん、カバの推したいこと、一光さんが世の男性に向けて初デートにおける基本マナー4原則としてこんなこと言ってました。その1、ナチュラルに女性をシャドウ側に立てない。小さなことだけどこれができない男性って大事な時に逃げるんじゃないかと思っちゃうの。その2、食事の選ばせ方が下手。まず何が食べたいと聞く、これは嬉しい。でもその後のリズムが大事で、パッパッパッと男性が決めていくのがかっこいいの。その3、ちゃんと目を合わせない。目を合わせる回数はすごく大事なの。好きだよって言ってる割に全然目を合わせてこないとか本当 NG。 その4、送り終わった瞬間すぐ違う方を見る。女性は見えなくなるまで見ててほしいの。送り終えて違うことする人ってデートの時も演技だったのって不安になっちゃう。お前黙ってねえとマジで声帯引っこ抜くぞ。てめえ、車道の真ん中歩いてろ。飯は食うな。こっちを見るな。帰りのタクシー代よこせ。新橋のサラリーマンみてえな面で読者モデルみてえなこと抜かすな。お前はこの5原則だけ守ってろ、この化け物。ありがとうございます、すごいしました。すごいですね。言い過ぎね。どっちも言い過ぎ。どっちも。一個もペケミにも悪い。大岡さばき。ラジオネームペケミに。私今すぐにやれるアイドル、週5で不倫、揉め事をクローゼットこと矢口、あちゃんとこと矢口真理ちゃんが1月20日のブログで32歳になったことを報告し、私と同じ誕生日を迎えた方々もお誕生日おめでとうございまーすと言っていたので、1月20日生まれにはどんな人がいるか調べてみました。1962年1月20日生まれ、美容家、一個。
はいはい、一光さんも平気でネタパクったり、化け物なのに美容家気取ったり、神経ずぶといもんな。わかるわかる。はい、次。1971年1月20日生まれ、花田勝。あー、これもわかるわ。勝氏も浮気したり好き勝手やってたもんな。なるほどね。はい、次。1968年1月20日生まれ、ジャガー横田の夫、木下博一。わかるー。木下先生もおしどり夫婦気取ってたのに愛人疑惑とかあったもんな。はいはい、1月20日生まれってそういう人ね。はい、で最後。1961年1月20日生まれ、上島竜兵。おい矢口、お前何太陽様と同じ日に生まれてんだこの野郎。清廉潔白で ED の太陽様に対してお前なんだ、反省しろ。もう二度と自宅に違う男連れ込むんじゃないぞ。いいか、連れ込むなよ、絶対に連れ込むなよ。連れ込むなよこれ。ラジオネーム満腹でいなり。キャリーパミュペムしている世界の終わりのボーカルがツイッターで、そろそろ叶姉妹って何なのか知りたいとツイートしたら、カノ姉妹がブログで反応してやがりました。以下ブログの文です。こんにちは、はじめまして、カノ姉妹の京子&ミカです。私たちも世界の終わりさんたちに興味がありますので嬉しいですよ。姉はずいぶん前に、ミカさん、世界の終わりというネーミングって突き抜けていてクールね、ファビュラスだと思わないと言っておりました。いつでもお気軽にご連絡くださいませ。そして、そろそろ私たち叶姉妹が何なのか知りたいを体感することは宇宙。私たちは生きるアトラクションですから。こいつら何言ってんだよ、怖えよ。ファビュラスってなんだよ、怖えよ。生きるアトラクションって意味わかんねえよ、怖えよって。世界の終わりのボーカルの疑問には俺が答えてやるよ。叶姉妹はな、単なる父デカババアユニットだ。連絡したら取り返しのつかないことになるぞ。お前はキャリー PP の貧乳でも捨てろ。なるほどね、すごいですね。ラジオネームどうしよっか、カツカレー。有吉さん、ヒャダインと並ぶ音楽界の嫌われ者、二大巨頭の一人、ナオト・インティライミの野郎がこの度公開される映画で俳優デビューをするらしく、舞台挨拶で堤真一らと共演することについてこんなことを言ってやがりました。サッカーで言ったら初試合で本田と香川と一緒にワールドカップ出るようなもん。演技は刺激的でスリリングだった。たくさん勉強していろんな役に挑戦したい。天狗かおい。てめえみたいな素人と堤真一じゃな、金玉とクリスティアノ・ロナウドが一緒にサッカーするようなもんだろうが。堤真一褒めてんのかディスってんのかどっちだおい。だいたいてめえみたいな YouTuber レベルの三流ミュージシャンがハッタリかました演技なんて誰も見たかねえんだよ。そんなに演技したかったら嫌われ者のヒャダインとな、どっかで勝手に撮影して YouTube にでもアップしてろ。ひどいひどいね。以上です。